正方形の折り紙からこのような六角形の形の切り出し方の説明をします。白い方を上にして三角に半分に折ります。一度広げ反対側の半分に折り V 字をつけます。そしてこの真ん中に向かってこの頂点をこの線に合わせ印をつけます。その時にここをしっかり折り筋をつけてください。そしてほんの少しだけ筋をつけてください。全部折らないでください。で広げます。で反対側のここの端っこを今つけた折り筋に向かって折ります。この時もここしっかり折り筋をつけてください。で折ります。ここずれないように注意してください。広げます。そしてこの真ん中のここの場所をずらさないように凍るんですけども、つけた折り筋とこの線が当たるように、かつここの真ん中をずらさないように注意して合う場所を見つけてください。こことこの線が合う場所、ここをずらさないように。見つけたら折ります。そして今度はここを真ん中にして折ります。そして反対側を向け、この一枚をこことここを合わせるようにで戻します。今つけた折り筋に合わせてハサミ入れます。こちらは使いません。そしてこれを広げると六角形に広げると六角形になります。これで六角形の切り出し方の説明を終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。